皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回は、ゲレンデワークシーズの脅威部位、地球連邦軍、ゲーブル将軍編、続きをプレイしていきたいと思います。前回ティタンズを、攻略したところなんですけども、すぐさま、シャアがネオジオンを立ち上げて、宇宙のソロモン、アクシズ、そして衛星軌道上の一部を制圧、連邦軍に対して、宣戦布告してきたという状況になりました。今回はシャアのネオジオン軍と戦っていきたいと思います。主力のモビルスーツなんですけども、すでにジェガーンに、切り替えつつあります。まあ一部もちろんね、ネモとか残ってるんですけども、この後はジェガーンを量産機として使っていきたいと思います。アムロはニューガンダムに登場してもらっています。まだフィンファンネル装備できていないんですけども、まあ近いうちにですね、フィンファンネルも装備して、シャアとシーを消してもらいたいなというふうに思ってます。こちらですね、アムロ。射撃19は強いですよね。では、早速時間を進めていきましょう。まずは、地球上ですね。部隊打ち上げていきましょう。まあ、速やかに衛星軌道上を奪還してですね、地球上での戦いをしなくて済むようにというので、同時に地球から宇宙へ部隊を上げて、ここでまずは衛星軌道上を完全に制圧してしまおうと、まあそういう作戦ですね。はい、衛星軌道上は特に大きな戦闘なく制圧完了しています。この後はまずサイド方に進行してソロモン、そしてアクシズと攻略して最後、サイドワン、スイートウォーターに攻め込むと。まあ、こういう段取りを作っていきたいと思います。アナハイムエレクトロニクスより新素材サイコフレームに関する技術を入手しました。開発部で検討した結果、ニューガンダムへの装備が可能であるとのことです。サイコフレームの情報が来ましたね。ご確認ください。早速開発部で確認しましょう。新兵器。ニューガンダムの高精度化。これフィンファンネル装備になりそうですね。早速フィンファンネル装備したいのでバイオ投資しましょう。はい、まずサイド4ですね。連邦軍80ユニット投入します。まあ難なく勝てるとは思うんですけども、戦力をねできるだけ消耗しないでこのサイド4を制圧してソロモン戦へと移行していきたいと思います。まあ、ここにはアムロも投入するし、まあ、間違いなく勝利できるかなというふうには思いますね。あとはですね、サイコガンダム、まあ、今更感ありますけども、これプロトゼロ乗ってもらってます。では、出撃していきましょう。まあ、特に何か作戦らしい作戦は必要ないかなと思いますので、まあ、このまま突撃していきたいと思います。ゲーブル将軍はラーカイラムに乗り換えてもらってます。マゼランからようやくラーカイラムに乗り換えたというところですね。一方ですね、ジュン・コリニー、彼にはジュピトリスを運用としてお任せしてあります。ジュピトリスもね、前線の要塞としては使い勝手がすごくいいですからね。ドコスギアには引き続き、ブレックスに乗ってもらってます。まあ、この3つですね。ラーカイラム、ジュピトリス、そしてドコスギア。この3つがね、前線の要塞として活躍してくれるかなと思います。そしてアムロはニューガンダムです。まだね、インファンネルは装備してません。いや、でも強いですね。ノーダメージできてますからね。これ敵に回したらと思うとちょっとゾッとしますよね。ガンダムマーク5にはバーニング隊に乗ってもらってます。まあ、ある程度ね、そのバーニング隊であれば、このマーク5を、まあ、乗りこなせるでしょうと。まあそういう判断ですね。
勝つですね、勝つ。で、カミーユやエマさんは未だにマーク2に乗ってもらってます。まあ、いい機体が手に入ればもちろんカミーユやエマさんはね、乗り換えてもらいたいなとは思うんですけど、まあ、現状ね、まだマーク2なので、これはまだ改良の余地ありかなと思います。開発部より。はい。ペーネロペーが完成してます。誰に乗ってもらおうかな。まあ、シロッコか、アムロか、悩ましいですね。まあ、すぐに戦線に投入したいと思います。開発部より新兵器の開発。さらに開発プラン。クスイガンダム来ましたね。いやー、熱くなってきたなー。では、続いてソロモンも攻略していきましょう。では、ソロモン戦です。連邦76、ネオジオン32という数ですね。ここも力押しでいきましょう。アムロはフィンファンネル装備のニューガンダムに、まあ、グレードアップしてもらっています。はい、これでソロモンの制圧完了です。まあ順調ですね。まあ、今回はティターンズを完全に打倒する前に戦力の再配置が行えていたので序盤がねすごく楽ですね。ペーネロペーですがカミーユに乗ってもらうことにしました。まあ、ファンネルミサイルこの火力十分に活かすにはやっぱりニュータイプに乗ってもらいたいですからね。まだまだ未熟なカミーユですが一旦カミーユを乗せています。量産機ですけども、ジェガンからグスタフカールへと移行しつつあります。もう最終形態ですね。現在は、スイガンダムとハイニューガンダム、これの開発中です。これ開発終わったら、まあ、アムロやシロッコ、まあ、そういったキャラクターたちに乗り換えてもらえればいいかなと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、いよいよアクシズの攻略と、そして、サイドワンスイートウォーターへと攻め込んでいきたいと思います。